ただま、ああいるいるいる、帰ってきたなマリオ、よし行くぞ。ということでスパーランドが割とまだなんだよね。これやっぱでも中別っぽいしね。ハテナブロックが1、お宝発見があと1箇所だっけ。穴が全然終わってないんだよな。ああそうだ、こいつら敵だった。ちょっとアイテムの整理っていうか補給をし、びっくりした、敵じゃなかった。武器、キラキラアイアン、伝説、伝説アイアン、結構あるな。ハンマーの方はゴールドファイヤー、アイス、キラ、伝説。うん、伝説のハンマーを1個追加しておくか。アクセサリーで割引券を。で、高えな。はーい。まあまあ、1万歩歩くごとにね、現在5000歩。まあ、1万枚もらえる。もしね、即死イベントがあったら戻ってくるのめんどくさいもんね。あら、こんなところに。さあ、ね、こいつ、雲の下。こいつ、KK だったっけ？さあ、来た。穴開いてるような気もするけど。折り紙兵が雲の上にいるんですよ。さあ、乗った乗った。4人も大丈夫？いける、来た。あ、中ボス戦やってまいりました。あとは任せましたぞ。コテンパンにしてやるんですよ。あ、あいつ浮いてる。中ボス戦だな、うん、ちびっこがいっぱい来た。あの土神様たちは終わったからね。つまり KK ってことですね。雷兄弟、可愛がって、可愛がり、お、かっこ大相撲。土神様と日神様か。わーい、これなーにー。やめろ、恩を持っていくんじゃねえ。パネルを持っていかれちゃった。ワンパクですね。大事なパネルばっかりですよとね。ちょっと懲らしめてあげなさい。で、あそこは通れないのかな。動かしたらずれるね。フィールドに貼ってるわけね、パネルに貼ってるんじゃなくて。まずはあのオンを潰したいね。これ雷のとこ直撃だな。よろしくない、よろしくない。これであそここういって、よし、とりあえずまずあのオンを取り返そうか。こういうことかな。で、行って行って行ってヒント取って攻撃。一回コードを増やす意味あるか。まあ、いや、やってみるか。ヒントちょうだいと。パネルを持ってる俺が見よう。でも知ってる知ってるっていうか分かる。で、どれぐらいのダメージで倒せるか分からんから、とりあえずキラハンマーぐらいでぶったたいてみる。2回目ないんじゃないこれ。無駄か。2回目はアイアンブーツぐらいにしてる。グレイト倒しきれないよ。結構強いね。痛い。
これなりのダメージ。とりあえずこれで恩が返ってきた。七神様相手飛んでるしな。恩にしたとしてもあれだよね、多分いるのは火神様の方か。一応これで恩を取りながら一番奥まで行ける。恩を取ってそのまんま火神様を回収、うん、かな。で割と強かったからもう一回攻撃。 OK、 オンプラス1、割と強かったね。キラハンマーかける2ぐらいで倒せるか。失敗した。エクセレント耐えんの？マジか。これは辛い。あ、逆に土神様使って全員抹殺っていう手もあったか、下のやつ。まあまあここまで来たら火神様で行きたいところ。回復もないしね。さーっとこれで一回あいつぶっ倒しちゃおう。1体だったらブーツだと連続踏みになるからブーツの方がいいのか。まあまあそうです。さーて、とりあえずこれ試してみますかね。結構食らった。でもやっぱりこの下の雑魚をまず全部倒せが正解な気もしてきたよね。だとすると土、まあいいや、諸子貫徹。まずは火神様ぶち込んでみましょう、うん、何事も男は度胸だ。ヒント、オンパネルを取り返した。まあそうだよね、魔法陣 2種類あるけど、まあお願いします。おっす、お願いします。オリビアちゃーん、やけファイヤーブレース 200。 これは強い。ただ結局は下のやつを全部倒すのでまず1回使っちゃうんだね。もう1ポイント100減ったんだけど、こっちで回復取りながら、お、降りてきた。降りてきたらまたパクる。どうすこーい。なんか仕掛けてくるって言われても分かんないからね。とりあえずこの状態で回復とオン、そしてヒントを取りながら攻撃までいける。けどこうかな。こうだとな、攻撃範囲大丈夫じゃなさそうだな。攻撃の場所、オッケー、いけたいけた。すごい動くね、とりあえず。とりあえず回復、まあ耐えれるでしょう。で、オン取り返しつつ回復、ヒントを取って炎に弱い、なるほどね。お、ちょうど炎の方だ。でね、さっき見た感じだとね、アイアンブーツで踏んだ方が強い。1回で倒したい。ほら、踏んだ方が圧倒的に強い。
くぼ。痛い。じゃあやっちゃいますか。行って行ってヒントを取りつつ、まあこれで焼くんなら関係なし。これ2倍の焼きってできるのかな。まあやってみよう。長い長い、移動が長い。ヒント同じだね。神の力、2倍の神の力になったら最高なんだけど。燃えろ。え、一瞬で死んだ。本体も一瞬で死ぬとは思わなかったな。やったか。落ちる。クッパジュニアどこ行ったね。回収するんだ。やったぜ。邪魔者がいなくなりましたぞ。さあクッパさんの署に入って緑テープを取るのじゃ。お父さん助けるよ。ほらおったからキッズ。わーい、ね、氷神様。あと一体かな。逆に隠しブロックがねあったね。うん、今右側行けるのが見えた。ただこれは行くルートがここからか。ガツが足りない、ガツが足りない。ほらあそこにどう見ても隠しブロックがあるんだけど、どうやったらいけるのか。そこが壊れるのかな。まあ分かるところから行きましょう。こっちだ。おお、こうつながっていたのか。ムーチョ、アクセサリー売り場の人だよね。景色を見ていただけなんだ。じゃあ帰ろう。助かった。お、ここ降りれんのか。いたいた。嬉しい、楽しい、超便利なアクセサリーね。値下げしたからお買い得だ。お、割引してる。ピコピコチェンジャー。なるほど。これだな、ラスト。これ割引はならないよね。ショップとは違うもんね、アクセサリー。一応ね、装備してみるか。ほら、やっぱ安くならないね。やったぜ。やったぜ。これでアクセサリーコンプリートかな。毎度あり。はい、完売、ありがとうね。もうこれ以上増えない。とりあえずね、ヒットポイントを、そして、防御力を割引券を外して、ぴょーん。知ってる。マリオブラザーズじゃねえか。スーパーマリオブラザーズぐらいだと思ったんだけど。まあ便利さで考えてこうですけど。さあ、ついに入るクッパ城の戦い。こっち行けるかな。これ壊れそうなんだけどね、ひび入ってるから。でも壊れないみたいね。明らかにあそこ怪しいんだけど、どうやって行くんだろうね。
まあ分からないものにね悩んでもしょうがないので。普通に抜けてた。天空スパーランドのハテナブロックと KK の雷雲ね、普通に裏側が開いてたっていう。穴があと2箇所ぐらいとお宝が1個ってところだね。よし行くぞ。マリオくんちょっと待っておいてもらえますかね。クッパ軍団呼び寄せるのか。クッパ軍団の将軍、ついにクッパ城入り口の邪魔者がいなくなった。今こそ無敵のクッパ軍団が立ち上がる時である。これより我々はマリ君と共にクッパ城へと乗り込む。囚われたクッパ様を救出し、クッパ軍団の威厳を取り戻す時なのだ。さあみんなが集まってきてくれますぞ。待ってらんないよ、心配だから今すぐ乗り込もう。うん、坊ちゃんの気が短いのは親父譲りでござるま。さあ行くぞー。